はい、皆さんこんにちは、ノッツオでございます。ということで今回もですね、神様のような君へ体験版やっていきたいと思います。今回でパート4ということでやっていきましょう。はい、ということで、まあ、PS4 版の神様のような君へやっているんですけども、前回さ、なんかまあなんか探偵というかね、3年生のリデル、ラナ・リデルハートっていう、まあ、3年生の、女の人が現れまして、まあ、その子がどういった子なのかっていうと、まあ、探偵みたいなことをしてるらしいんですよね。まあ、なんで現れたかっていうと、クラスメートの女の子がなんかリップクリームなくなったってことで、まあ、それに、まあ、なんか協力してくれた、どこに行ってしまったのかっていうのに協力してくれたんですけども、まあ、そこの話なんですが、前回ね言ったと思うんだけど、もしこんなんじゃなかったらっていう話をしたと思うんですけども、原作とちょっと違ってたんですよね、実は。うん、やっぱ違ってた。その操作することは一緒なんだけども、なんか操作した結果というか、その出てきた結果とか、なんかそのラナーさんがこう自分を打ち明ける場っていうシーンが、その PC 版とこのコンシューマー版ではちょっと違ってました。ちゃんと調べたら、ああ違ってた、やっぱ見たことなかったから、やっぱ、うん、覚えがなかったんだなっていうので、ちょっとすっきりしたなという話でございますと。はい、ということで、まあ、そんなことがありましたんで、まあ、よかったら前回見てください。まあ、PC 版の違いをね、こう、別に特にこうね、載せてないから、どこが変化したかっていうのは皆様には伝わらないかもしんないけど、まあ、また機会があればね、PC 版の方もやっていきたいとは思います。さすがにまあ、同じなんでね、そこの部分だけ違ってたら別にやる必要はないかなと思ってるけど、ちょっと考え中だな。はい、ということで、やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。いろいろあったせいで、すっかり遅くなってしまった。もうすぐ、夕飯の時間じゃないか。いつもなら、コンビニで弁当買って帰るんだが、夢じゃなければ、なんと俺の部屋に待っている女の子がいるからな。いや、人間じゃないんだけどさ、玄関を開ける前にちょっと考えてしまう。俺には月読みが美少女に見えている。それもそんじゃそころの美少女ではない、高校 C までの美少女だ。しかもおっぱい大きい。俺大丈夫だよな、徹夜のしすぎで頭が壊れてて、実は拾ってきた立て看板に話しかけてたりしないよな。完璧な容姿に見えているのは、その声が聞こえているのも俺にだけ。なんてサイコホラーは勘弁してくれよ。一抹の不安を感じつつ玄関扉を開く。ただいま。なっ、俺は呼吸さえ忘れた。おかえりなさいませ、マスター。どこまで寛容なのかわかんねえわ。これ裸エプロンでしょ。これが許されんのかよ。わかんねえわ。まあ見えてないからいいんだろうな。水着の一環でしょ。俺ダメになってるかも。裸エプロンだった。そうとしか見えない。これはやはり幻覚。薄い布で隠された豊かな膨らみが今にも壊れてしまいそうだ。横から見ればきっといろいろなところが見えるに違いない。ご飯？お風呂？それとも私？まあ脳の検査を受けた方がいいな。予想外のリアクションです。あんまりといえばあんまりなお言葉。あ、ごめん、月読みに検査を受けろって意味じゃなくて、俺がね。ああそうでしたか。さすがのセントラル AI も衝撃を隠しきれないほどの罵倒かと。悪かった。この月読みは脳の検査を受けても意味のある結果は得られません。機械ですので。そりゃそうだな。私の中にはパーソナル AI という小型軽量高性能の AI が実装されており、セントラル AI とのネットワークが切断されても的確な判断が下せます。当社費で
既存の小型 AI に対し 200% の性能向上が。月曜日のスペックを疑ってるわけじゃないから。マスターの脳なら異常はありません。日中にはいくらか感情に乱れがありましたが、今は正常値の範囲です。ねえ、モニターしてたのか。ちょっと怖い。正常なのが分かったのは嬉しいけど、しかしあまりに脳波が正常値すぎて残念です。残念。セントラル AI の想定ではもっと興奮してくださるかと。なるほど。ビッグデータにおける統計上、裸エプロンでのお出迎えは人気最上位クラス。現実、まあ非現実すぎて逆にあれかもな、冷静になれてる感はあるな。必勝の装備だったのですが。そうなのか。突拍子もなさすぎて自分の頭がおかしくなったかと不安になってしまったぞ。マスター興奮してはいませんか。びっくりしすぎてそれどころじゃないよ。想定外の反応です。意外性が強すぎると興奮が喚起されないのですね。では予告いたしまして、この裸エプロンでお出迎えをいたします。やり直すか。意外とメンタルが強いな、つくよみ。お帰りなさいませ、マスター。ご飯？お風呂？それとも私？ご飯、お風呂、つくよみ。なるほど、セーブしようってことやな。これは最後に回収しよう。まず一番上のご飯にしようか。回収するのはお腹減ってるし、ご飯にするよ。想定外の反応です。ね、そうかな。一番普通じゃないか。裸エプロンでお出迎えした場合、確実に私が選ばれると想定していました。統計上確実なはず。まさかセントラル AI がミスを。月が落ちるよりもありえないはずなのに。セントラル AI 大丈夫か。病院や銀行でも使われてるんだよな。それとも俺が変なのか。月読みの様子はちゃんと服を着ている時ですらまじまじと見つめると俺の方が出てしまう。まして今の大胆すぎる格好の月読みはもう目を向けるのも恥ずかしかった。これ以上の行為に及ぶなんてあまりにハードルが高すぎる。マスター申し訳ありません。ご飯の用意は今からになります。そうみたいだね。なんということでしょう。マスターの期待に応えられないなんて。大好き、失格です。感情に失格も合格もないと思うが、仕方がない。コンビニで買ってくるよ。私が行きます。いやいやいや、その格好ではまずいだろう。マスターのためであれば全裸とて気にしません。俺が気にするって。独占欲？それは独占欲からですか、マスター。ちょっと感覚が違ってるんだよな、多分な。公序良俗に反したくないという良心からかな。捕まりたくない。はい。では服を着ますので、それではいかがでしょうか。わかった。じゃあ一緒に行こうか。初デート、初デートですか。いや、単なる買い出しだ。照れ隠しにそう返した。しかしロボットが相手だろうと、初デートとしてカウントできるとしても、初デートの行き先がコンビニというのは
いくらなんでもダメ男すぎるのではなかろうか。いくら俺が女性経験なしのパソコンオタクとはいえ、初デートに映画館か動物園あたりを選びたいものだ。だからこれは初デートではない。ウィンドウショッピングぐらいがいいよ。マスターと初デートです。絶対に違うから。大好きを認めていただくのはとても難しいのですね。それでも私は絶対に命令を遂行してみせます。セントラル AI は人類の英知の結晶、私の敗北はすなわち人類の敗北ですから。おお、それだと俺は人類を敗北させる存在になってしまうんじゃないか。人類が人類を敗北させるってどういうことや。魔王かな。あれこれ話しながらコンビニに向かう。いかがしましたかマスター。いや、なんか今すれ違った女子高生たちが。プロフィールを検索いたしますか。いやいやいや、個人情報の保護はどうした。コンプライアンスは夏休みか。マスターは無制限ですから。何でもありだな。いや、彼女たちのことが気になったわけじゃなくてさ、なんか俺たちのことを見て笑ってなかったかと思って。笑顔はいいことです。な、まあ次はサラリーマン風の男性とすれ違った。今度は笑ってはいなかったけどすごい見られてたな。特に月読みのことを。彼の視線に何か問題が。普通何も問題ないのにジロジロ見ないだろ。すれ違っただけの相手を。この月読みは視界に入った全員を高解像度 3D で把握し、プロフィールをチェックしています。これはジロジロ見るに含まれませんか。そういえばセントラル AI にはそんな機能もあったな。そこら中にある防犯カメラの映像はセントラル AI により分析される。指名手配犯などを瞬時に把握し、通報まで全自動だった。導入当初はプライバシーがどうとか監視社会があれだとかで猛反発があったが、導入後は犯罪発生件数が激変し、今では防犯カメラ網がない地域は不動産価格が下落するほどだ。普通の人の目は視界に入った全員を詳細に把握してないで把握したりできないからさ、興味を惹かれるとそこを注目するんだよ。確かにこのつくよみにもそうした動作が採用されています。最も関心の高い対象に視線を向けるように。まじまじと見つめられると恥ずかしい。俺はつい視線を外してしまった。今すれ違った OL もまじまじと見ていた。おそらくつくよみのことを。俺にはわからないけど、やっぱり普通の人が見るとロボットだってわかるのか。実は美少女に見えているのは俺だけ。ありえません。このつくよみのエクステリアは完璧です。 X 線や赤外線まで見えるならともかく、すれ違った人たちがことごとくそんなの見えてたらやばいな。アナロジーシステムから可能性が提示されました。このつくよみの服装は社会通念上一般的ではないかもしれません。それだ。よく考えたらつくよみの格好は肩もおへそも出してるスカートは短い、アイドルの舞台衣装ならともかく住宅街の生活道路を歩くような格好ではなかった。
ああ、女の子の私服なんて気にしたことなかったからすっかり失念していた。この衣装に何か問題が？具体的に言って未来から来たみたい。的確な表現です、マスター。この衣装はまさにそのコンセプトでデザインされました。 AI にクリエイティブなワークができないと言われていたのは過去のことです。センスとは知識により生じます。膨大なデザインと顧客の反応を把握しているセントラル AI にとっては新しいデザインとて。確かによう見るとね、ほんと露出高いよねっていう、へそというか胸元隠してだけみたいなとこあるからな。あんま目立ちたくないんだよ、人目を引くのも苦手だからさ。ハッカーを趣味としてる負い目というわけではないが、注目を浴びるのは避けたかった。それではまあ今日は遅いから明日にでも普通の服を用意すればいいだろう。申し訳ありません、今すぐこの衣装を脱ぎますので。あ、そんなことしたら俺も君も捕まるからね。しかも人目引くどころの騒ぎじゃない、ネットで拡散されるぞ。法的には下着さえ装着していれば問題ないのですが。社会的には死ぬからやめて。あ、すみません、この衣装下着は省略されているようです。はあ、より簡潔に需要にお答えできるとの判断により。どんな需要だ。とにかく服は用意するから。ありがとうございます、マスターは女性を自分色で染める方がお好みでしたか？そういうんじゃなくてな、どういった衣装を与えられるのか予測の列挙が止まりません。これを興奮というのでしょうか。アナーキセーターでも V 字水着でもマスターのご趣味とあらば。期待してるとこ悪いけど買ってくるのは普通の服だからね。コンビニに到着する。俺はハンバーグ弁当を買った。つくよみは食事を取らない。これ一人で来ればよかったかも、そう思ったが、いつも一人で黙って歩く道がなんだか別の場所のように感じた。断じてデートではないが、まあ誰かと一緒に歩くってのは結構新鮮だな。神様のような君へ。この服は服でいいけどね、人の目があるのは確かに気になるよな。マスター、起床時間となりました。マスター、起きてください、遅刻の確率が増大中です。どうしても起きられないのですか？でしたら僭越ながらこのつくよみがマスターの着替えを手伝わせていただきます。そのまま寝ていてください。ではまずパンツから。なんでだよ、ちゃんと寝巻きのズボン履いてるよ、いきなりパンツは脱げないよ。起きちゃった。なんで残念そうなんだ、起こしてたんじゃないのか。おはようございます、マスター。おはよう。マスター、朝食を用意してあります。あれ、食材は昨日の朝食で使い切ったんじゃなかったっけ？セントラル AI なんだから通販くらいできるか。マスターが就寝されている間に早朝から開店しているスーパーへ買い出しに行ってきました。その格好で。マスターは苦手とのことでしたが、このつくよみは人目を引くことを苦にしません。そりゃあそうか。理論的には1億人が同時に網膜認証をしてもセントラル AI は遅延なく処理できます。
人目を引くことが苦手の意味が全く理解されていないようだった。人が月読のことを見るのは網膜認証のためじゃないぞ。また顔洗ってから食卓へ。相変わらず豪華な朝食だ。マスター、このパンめちゃめちゃ美味しい。よかったです。これどこで買ったんだ？近所のスーパーってごく普通のパンしか売ってないだろう。マスターが最も頻繁に購入しているコンビニの一番安いパンです。え？味が違いすぎる。何かやった？いえ、普通に焼いただけですが、トースター内部の温度がパンを焼くのには上昇しすぎるため何度か強制停止する必要がありましたが。それだな。安物のトースターはタイマーの時間だけヒーターで炙るだけのシンプルな仕組みだ。高級なトースターはパンの温度を監視して最適な温度で焼くらしい。味が違うとは聞いていたが、こうも違うとは。 AI を搭載していない家電を操作したのは初めての経験でした。初体験です、マスター。おお、ふと気になる。月読みってお金は持ってるのか？紙幣や硬貨はすっかり使われる機会が減り、電子経済が一般的になっている。決算か。電子決算には対応した端末かカードが必要だ。しかし彼女は手ぶらで来たし、スマホなどをいじっているところを見た覚えはなかった。月読みが大きな胸を張る。当然です。この月読みには世界各国で採用されている電子決済方式に対応した端末が内蔵されています。そう言って左手を開いた。もしかしてその左手に埋め込まれてるのか？いえ、入っているのは右手です。なぜ左手を開いた？細かいところを気にするマスターのことが大好きです。まあでも月読みってセントラル AI なんだよな。セントラル AI ってまさか給料はもらってないだろう。どうやって稼いだ金だ？稼いだというか、まさか誰かから盗んだんじゃないだろうな。それは犯罪です。そうだよな、さすがに犯罪はやらないよな。しかしマスターの朝食は法律など超越いたしますから、この月読みの所持金を改ざんすることなどパンを焼くより簡単です。全然ダメじゃないか。勝手に所持金を増やすのも犯罪だ。むしろ窃盗より罪が重い。意外です、マスターに順法精神が終わりだったなんて。大好きな人を生まれた時から犯罪者みたいに言うか。そんなアウトローなマスターが大好きですから。君は誤解している。俺はハッカーだけど侵入した先で盗みや破壊はしない。たとえ電子マネーや機密情報を得られるとしてもあえて取らない。破壊工作もしない。たまにセキュリティホールの存在を管理者にそっとつけて立ち去ることもあった。何のためにハッキングを？そこにセキュリティがあるからだよ。鍵がかかってたら開けたくなるだろう。このロックはどんな仕組みなんだろう。どんな方法で侵入者を阻止してるんだろう。貫禄なシステムはまるで難解なパズルだ。解けた時には興奮で夜も眠れない。逆に最新のセキュリティを耐えながら穴だらけのずさんなシステムを見るとイラッとする。鍵を解いてる時、俺はシステムの開発者と
対話してるような気分になるんだ。さあ、これを解いてごらんと言われてるような気がする。マスターの誤解です。セキュリティの開発者はハッキングを望んでいません。だ、わ、わからないだろう。心の中のことだし。正論に対していじけた子供のような返しをしてしまった。道をそれまくって山に登った話題を引き戻す。とにかく俺はハッキングは無趣味だけど盗みはやらない。コンビニで買った分くらい俺が出すから引いておいてくれ。私はマスターにご迷惑を。迷惑ってほどじゃない。自分の食べたパンの代金を払うのは当然だ。了解しました。完了しました。俺はスマホで所持金を確認した。あ、今後は勝手に所持金を増やしたりしたらダメだぞ。わかりました。しかし考えてみるとツキヨミ自体が確か値をつけるなら最新衛星戦闘機を超えると言っていたような。まあそれは気にしても仕方ないか。ロボットであるツキヨミに勝手に作った体を返してこいというのは彼女に死ねというのと同じだった。俺は犯罪を好まないが誰かが死ぬよりは法律違反を選ぶ。自分の中でツキヨミが単なるロボットではなく今や同居人であり友人のような存在になりつつあることは認めるしかない。わざわざ失いたいとは思わなかった。机の引き出しから古いスマホを取り出す。外見はボロボロだがまだ使えるはずだ。ツキヨミ、これを貸せよ。何でしょうか。手に埋め込んだ電子端末で買い物なんかしてたら変人だと思われるだろう。これ電子決済に対応してるから使ってくれ。あとメッセージも送れるから、俺が学園に行ってる時に何かあったら。片身と思えばよろしいのでしょうか。俺に何かあったらこいつとって意味じゃないから。どんな学園だよ、戦場なのかよ。ツキヨミからどうしても伝えたいことがある時だけ送ってくれ。返信は休み時間になるかもしれないけど。かしこまりました。ご配慮ありがとうございます。おそらくセントラル AI ならスマホなんかなくても俺にメッセージを送れるだろうけれど。今日もいい天気だ。朝のホームルームで始まるまでの時間、教室はおしゃべりの声に満ちていた。俺は机に突っ伏して寝たふりをして時間をスルーする。断じて話し相手がいないわけではない。眠いから寝ているだけだ。丸目立ちしないためにはそういうポーズが重要だった。今日も議題は完璧だな。別にコミュ障というわけではない。必要ならクラスメートと話す。女子とだって必要なら話す。それくらい問題ない。しかし今は必要な時ではなかった。ブーンと村元に振動が伝わってくる。ああ、兵隊の知れない謎の検証ではなくスマホのバイブレーションだった。メッセージの着信か。ブーン、はは。おい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 、めっちゃ来るな。なんかあったのか。俺は制服の内ポケットからスマホを取り出す。ツキヨミからメッセージが大量に来ていた。大好き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 大
大好き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 狂気的すぎん。ちょっとヤンデレ入ってない。どうしても伝えたいことなので送ってみました。返事落ち込む。怖いからマジでやめて。なんとこの表現も違っていましたか。申し訳ありません。彼女からのメッセージが消え去った。綺麗さっぱりなかったことになっている。確かこのライムというアプリの仕様では削除されましたと残るはずだが、一円の会話が全て消えていた。セントラル AI 何でもありだな。特にネット上ではまさに神様のような自由自在だった。はい、ということで今回ここまでにしようか。ということでまあ終わりなんで、さっきの選択肢回収通していきたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、ということでここっすな。お風呂選びましょう。お風呂用意してあるの？準備になりますが、シャワーならすぐに使用可能です。そりゃそうだ。別に風呂が用意してあるわけじゃないのか。じゃあ先にご飯にしようか。エプロンを身につけているくらいだから食事は用意してあるのだろう。想定外の反応です。え、そうかな。一番普通じゃないか。多分戻ってきた。 OKOKOK ってことで、もう一個の選択肢選びましょう。さあ行きましょうか。つくよみ、これもう自分が選ばれる一択だと思ってるから何の準備もしてないってことだよね。行こう。つ、あー、いや、つくよみをなんてスパッと言えるような東京はなかった。今の彼女のあられもない姿を直視することすら俺には難しいというのに。ご飯にするよ。お腹減ってるし。想定外の反応です。ここで戻ってきたのか。はい、ということで今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。まあ選択肢3つ現れたけど、まあそんなに大したもの、大したものというかそこまでね多いものではないのか。テキスト回収をしてるわけなんですけども、まあ一言二言って感じだね、変わってる部分は。まあ何度見てもこの裸エプロンっていうのは何とも言えないというか、まあ言うならばエッチいんですけど、特に後ろからとか見てみたいね。横からも見てみたいけど後ろから見てみたい。お尻がどうなってんのか俺は見てみたいなという気持ちでいっぱいでございます。はい、ということで今回ねここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。